円楽襲名について一言もらっていいですか。あ、でも本当にいいことだと思いますよ。あんなぴったりの人材はいないと思いますので、結局先代の円楽師匠の弟子でありながら、今その円楽一門を引っ張る立場の好楽師匠の息子さんであるっていうことはすごくでかいし、花がある人だから、まあ密かに俺に話来ねえかなと思ったんですけど、廃業してますからね。廃業してますよ。もう長い正座は真っ平ですから、そういう意味で言うと彼のあの華やかさみたいなことを皆さんが盛り立ててくれて、でもしかしたらですよ、そのそれこそ日テレさんのカメラっているかな、あの商店にまた、うん、あの円楽っていう名前が戻ってきてくれたら、そんな嬉しいことはないですね。でも僕は王楽さんは僕より、ずっと下の、うん、その順序の人だから、うん、あの王楽とか王楽くんって呼んでいいんですけど、円楽になっちゃうと円楽ちょっとあのジュース買ってきてくれみたいな、ちょっともう難しいですから、そこはあの僕があのジュースを買いに行きます。参加してみたら飛行機は何時で来てどう手配すればいいですかなんですけど、僕は基本的に現地入り現地前でいて、そこでうろうろしては、そうですね、三等か気取りっていうんですかね、でいろんなのを見ながら感じたことをちょっとメモったりとかして楽しんでいます。僕の場合は自分の性格的な問題もあって普通に孤独なんですけど、三等かみたいな孤高と孤独はかなり違うんですけども、でも自分ももしかしたらここなんじゃないかって勘違いすることで自信が持てますので、この今回いただいた、賞を胸に秘めて俺は孤独じゃない、孤高なんだと思って、勘違いして生きていきたいと思います。この度本当にありがとうございました。